んこんにちは、ゆりです。前回見ていただいてありがとうございます。今回はこちらのアイシャドウパレットの方を使ってメイクしていきたいと思います。メイベリンのねアイシャドウなんですけど、今回このピンク系のものを使って紫な感じのねメイクをしていこうと思います。結構今回ちょっときつめのちょっと濃い感じのメイクにしていこうかなと思ってるんですけど、結構黒髪に舞うようなメイクなので、ぜひ参考にしていただければと思います。では早速メイクしていきましょう。まずファンデーション、こちらまず下地の方を使っていきます。以前ベースメイクの方で紹介させてもらったんですけど、ティンティットクリームです。ライトフル C ですね。日焼け止め効果もあるそうなので、はい、これをねこちらの下地に塗っていきます。結構これ愛用してます。やっぱマックって高いイメージあって、どうしても手が伸ばしにくい、手を出しにくいなって私もイメージあったんですけど、本当ね、なんていうのかな、全然少量で一気に使えちゃうんですよね。全面お肌顔に全面塗れちゃうんで、そう思うと長い目で見ると結構プチプラと変わらんぐらいの値段なのかなと思います。やっぱその分カバー力はあるので、少量で、どんどん塗っていきます。次こちら、こちら30番の方を使っていきます。本当お肌をすごい気にしてる方はスポンジとかがいいと思うんですが、私は結構おでこのとこだけスポンジとか手にしといて、それ以外ニキビができにくい場所ではこういうブラシを使ってあげてます。ブラシ使った方が結構伸びが良くなるし、ナチュラルにというか綺麗に仕上がるので、手でやっちゃったりスポンジでやっぱね目立つシミのところ塗ってしまうと、どうしても薄くなっちゃうんですよね。次こちらマックのファンデーション使っていきます。これお粉の感じで使うのも全然いいかなと思います。私結構ブラシにつけてのせる感じなだけにしてます。本当もう少し隠したいなっていう方はスポンジでのせてあげるといいと思います。はい、じゃあベースメイク終わったので早速アイメイクの方行きたいと思います。もうね、元からこれぐらいのね、わからんぐらいだったらいいんですけど、変化楽しんでもらった方が嬉しいんで、もうある意味シミとかあってよかったかなとか思ってます。はい、やっぱ全てに意味がありますね。はい、じゃあ早速アイメイク始めていきましょう。コンシーラーで眉毛を整えていきます。ちょっとまだねずれてるところがあるんで、これでしっかり整えて綺麗な眉毛を作っていきます。アイメモリーの方を使っていきます。これは二重にするものです。目でね、目を二重にしていい感じに仕上げていきたいと思います。こちらの白のアイシャドウをアイホールに塗っていきたいと思います。ナチュラルな白って感じですね。この二重のここの部分ですね、このくぼみのところ中心的に塗っていきます。ここ塗るとやっぱ深み出るから、結構発色いいな、深みが出るんで綺麗なね彫り深さが出ると思います。
目頭まで塗って、次ここの紫ですね塗っていきます。その後 これをね、二重幅のところ塗っていきたいと思います。メビリンのシャープライナー塗っていきます。今回ちょっと太めで短め のアイライン塗っていきたいと思います。完成したので次ノーズシャドウいきます。こちらのケイトのファンデーションをノーズシャドウ代わりにしてます。あとシェーディングとかもなんですけど、結構こっちの方が馴染むので、これを鼻にね軽く塗っていきます。こちらのチーク使っていきます。いつも愛用しているメディアのチークのオレンジですね、 OR2 です。これを塗っていきます。はい、じゃあ仕上げにリップを塗っていきたいんですけど、以前紹介したこちらのレブロンですね、レブロンのウルトラ HD マトリップカラーの12番使っていきます。これ紫なのでこれはもう使わないとねいけないですね。でこちらのチフレのリップライナー使っていきます。ローズですね、220モザイクみたいな、272番です。で早速塗っていきましょう。結構ねチューレのこのリップライナーってすごい良くてね、めっちゃ私愛用しまくってます。でレブロンもこの、ね、形なんですごい塗りやすいんですよ。結構普通のリップ型やったらここの部分上の部分はみ出しちゃったりとかするんですけど、このタイプやと結構綺麗に塗れるし塗りやすい。はい、ナチュラルメイクじゃなくてこんなんでナチュラルメイクやったらやばいけど、紫メイクの完成です。今回はこのメイビリンのアイシャドウを使って紫メイクをしてみたんですけど、結構アイシャドウの発色もいいし、でこのね下の部分ちょっと濃いめなんですけど、上の部分はナチュラルになってるので、やっぱり幅広く使えるアイシャドウやなと思いました。で今度これ使ってまたねナチュラルな、メイクをしていこうかなとちょっと思ってますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。で今ねお部屋のひまちゃんのお部屋 DIY 中でちょっと可愛くしようと思って頑張ってるんですけど、それね出来上がり次第ねまた動画の方アップしてツアーしていきたいと思います。でやっぱちょっとまた話戻るんですけど、私今こういう感じで、ね、紫っぽくきつく、まあ、きつめのメイクの場合やっぱ紫がすごい合うなと思うのでやってみました。話バラバラで今でまた話変わるんですけど、私今教習所帰ってて車免許取るためにめっちゃ怖くて教官さんに怒られまくりなんですよ。なんかこうとりあえず運転難しいですよね。学科はめっちゃ眠くなるし、すごい頑張りもうね本当ね田舎に住んでる限りは頑張って運転しないとなと思ってるんで頑張ります。まあなんか降りた瞬間、車から降りた瞬間足ガタ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 震えてて、もう次なんか教官さんに怒られるのが恐怖で怖いですけど頑張ります。はい、ということで今回はメイベリンのアイシャドウパレットを使って紫メイクでした。それではまた皆さんお会いしましょう。